じゃじゃーん、汚れにくいタックテーパードパンツ1780円 LL ですねのグリーン。女子アイテムはねやってくれますね。イージーフレアで僕の心を、僕のハートをねわしづかみにしたパンツなんですけど、今回もね汚れにくいタックテーパードパンツめちゃくちゃいいです。結論めちゃくちゃいいです。で僕グリーンのパンツ、このグリーンがいいなと思って買ったんですけど、結論とても良かったので、黒も買い足そうかなと思っている次第でございます。だからね、本当はトラベルシェルとかがこうしないとダメなんだろうなって思うぐらい良い品です。はい、全貌をお見せいたします。でウエストゴムで、中に細めの紐が2個ついております。ひとまずちょっと上の方で履くんですけど、これはね割かし、女子のアイテムなので、上で履くことを想定されている商品ではあるんですが、ご覧ください、このこのシルエットの美しさ、ご覧ください。本当にねドレープ超綺麗だし、イージーパンツなんだけど、これまた超高見えします。先週ご紹介した、サマートリコか、サマートリコのイージーパンツもスラックスか、めちゃくちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ良かったんですけど、あっちはタックとかがない、そのまま綺麗にストーンと落ちるものなんですけど、これは、ここにタックが入るようになっていて、さらにそれがストーンと下にこれ落ちてくれるんですよ。で薄い、めちゃめちゃ薄いんですよこれ。ストレッチはトリコに比べるとそこまででもないんですけど、薄さはねそれ以上ですね。適度に太めのほらリラックスシルエット、結構いい感じですよね。バギーではないです、バギーではないんですけど、いい感じのリラックスシルエット。これほら、これはやばいっすね。ここら辺のなんか見え感がめっちゃいいですね。当然なんですけど、これレディースの商品なので、レディースにおすすめなんですよ。すごい綺麗です、これ。短めのトップス、女性だったら短めのトップス合わせてあげて、ちょっと軽くカーディガンを羽織るとか、なんならこのぐらいの長めのカーディガン羽織ってあげるぐらいのシンプルなコーデでも、このパンツがとにかくすごく綺麗なのでめっちゃハマると思います。楽なんですよ、何より軽くて。静電気は全然なさそうです。そうそう、さらっとしたシャツとかに合わせるといいので、このバンドカラーのシャリテックか、これもねテロッとしてるので、いやだからこのね緑がなかったんですよ、なかなか他に。だからね重宝、すごい重宝すると思いますこれ。ということで、このパンツはね、マジでびっくりアイテム。ノーマークだった方はね、ぜひチェックしてみていただきたいなと思っております。カタログね、ちょっと明るめに見えますよね。でも、思ったよりもカーキに近いというか、暗めの色には見えると思いますよ。お、いいですね、これ。これいいですね。これいいですね。じゃあ、このぐらいちょっと着丈が、これそんなに長くないんですけど、そうするとここから下がすごく綺麗に、僕の O脚もすごい目立っちゃうんですけどね、こう丈がいい仕事してくれてますよね。靴以外ガチでこれ全身ワークマンなんで、本当にこの上下組み合わせワークマン女子のアイテムですよこれ。これやばくないですか。普通に綺麗め、超綺麗めだし、なんかやっぱ今だからこそこういう格好で出かけられるような気がするので、ぜひチャレンジしてみていただきたいですね。私上はねその白 T と黒のあんまりこう芸のない組み合わせではあるんですけど、パンツにねこの、若干トレンド目ではあるこの綺麗な色 のグリーンのパンツ持ってきてあげるだけで、ちょっとね上品さが、ボタニカル系男子を名乗れるボタニカル男子を名乗れるこれコーディネートなんじゃないかなと思います。すごい印象も良いですよね、これなら。パンツも超綺麗だし、ドレッシー、めちゃめちゃドレッシーだからこそ、このコインローファーみたいな革靴と合わせてあげるのが良さそうですね、これ。いやこれすごいいいな、なんか全然期待せずにやったんですけど、だって T シャツこれ980円とかで、ベストが1500円かで、パンツが1780円なので、めちゃめちゃコスパいいですね、これ。逆に、黒がね、ここへ来て、やっぱ締まりますね。
革靴と合わせてあげるだけで、中にこれ襟持ってこなくても、もちろんあのポロシャツ持ってきてもいいんですけど、あの襟持ってこなくても結構しっかりした感が出るので、この組み合わせはめっちゃんこおすすめになります。いいですねこれ、今日ベストコーデ決定かもしれないです。緑がいいですよこれ、やっぱかわいい。パンツが超高見えする。これはだから黒も絶対僕買おうと思いますね。これはいや、いいですね。これはすごくいい。ファインドスライダーサンダルか。はあ、はあははあ、いや、めちゃいいわこのパンツ。このサンダルとの相性めちゃめちゃいいです。シャリテックのパンツも綺麗にストーンって落ちてくれて、サンダルとの相性とても良かったんですけど、これもまたシルエットが綺麗なので、サンダルとの、このサンダルとの相性もとてもいいですね。だし、おそらくなんですけど、あの黒はめっちゃいいと思う。ベージュはね、もう今年ベージュのパンツ持ちすぎてるんで、黒のパンツに関してはおそらく買い足して、またね、コーデ紹介したいなと思います。次のコーデがこのパンツに合わせる感じになるんですが、そのパンツに合わせるものがこちら、フェイクレザーバケットハット980円。なんとワークマンでもフェイクレザーのバケットハットが出ました。ここでバケハのかぶり比べするんすけど、結論先に申し上げます。形で言うと今季ベストの、ワークマンから出ているバケハで今季ベストはこのワークマン女子の、フェイクレザーのアイテムになります。それ以外は全部あの2年前から出ているバケハの形をそのまま踏襲しているので、結構ここが高くて広いタイプのものになってしまうので、結構こうサファリ感が強いというか、あの若干今のトレンドであるコンパクトめなバケハの形はしていないんですね。なので、こちらのバケハが一番おすすめになります。どっちもゆるっとしたスタイルなので、結構ゆったりめではあるんですけど、リラックススタイル、フェイクレザーのバケハを合わせてあげて、だからさっきまではちょっとこうハイウエストで見せてあげていたんですけど、アウトして、で、帽子もこのバケハ、コンパクトなんですけどバケハ持ってきてあげて、ちょっとリラックスめなスタイルも作ることができるんじゃないでしょうか。このパンツマジで万能っていうか優秀ですね。こちらのアイテムは、大きく3つの機能を持っておりまして、UV カット、ウエストゴム、撥水ですね。で、汚れにくいって、まあどういうことなのかっていうと、結局撥水。撥水素材で、まあコーヒーとか酒類、醤油、ソースなどの、その水溶性の汚れに強いということで、一応ね、これは忙しい一日を快適にということで、ワークマン女子のアイテムとなっております。めっちゃこう伸びますみたいな、そのストレッチ性の部分は訴求はしていません。多少伸びるんですけど、そんなにあの先週のトリコテックほどビヨビヨには伸びないということは注意いただけたらなと思います。と、あーすごい、見ましたこれ、今すごいなこれ、この実演わかりやすい。全くつかないっていうので、このパンツの撥水能力の高さは今分かっていただけたらなと思います。だからまあ生活での生活上での濡れとか汚れとかに関してはほぼ心配する必要ないんじゃないかな。以前紹介したアイテムではあるんですけど、じゃん、こちらもワークマン女子のアイテムですね。サーバーバスクのリラックスタイプのものですね。着丈が長いタイプのもの、これを、着てあげます。で、こちら着るときはさっきの、今度は上で着るっていうインしてあげるバージョンですね。首が広いので、こんな感じで、まあ、首の狭めの普通の白 T を中に着てあげると、その首元が広いのを、まあ、ごまかすことができるかなと思いますので、広いのが苦手な方はこんな感じで中に T シャツを着てあげると着やすいんじゃないかなと思います。そして、袖丈がまたこれ短いんですよ、レディースなので。レディースでジャストぐらいなんですよ。なのでメンズが着る場合は、これもう春夏の商品になるので、ちょっとこうやってなんならロールアップしちゃうぐらい、一番これを上に着る場合はね、そんな感じにしてあげると使いやすいんじゃないかなと思います。
これ前なんか別のでやった気がするな。あ、イナレムか。イナレムでやったんですけど、さらにこれはもっとシルエットが綺麗になってますね。もちろんあのイナレムのような透湿度とか防水性能はないんですけど、もっとカジュアルにというかもっとライトにパンツを楽しむのであれば、こちらの方が使いやすい気がしますね。こういう感じでちょっとあのリラックス感は出しつつも、全体的には綺麗めを崩さないっていうところは意識できるんじゃないかなと思っております。いやー本当にこのパンツいいですね。だから本当にその冬場のあのフレアパンツですね、イージーフレアパンツを彷彿とさせる、あのメンズでも使える、レディースアイテムの、かなりこれは今年、今シーズンか、この春夏おすすめのアイテムになるんじゃないかなと思います、うん、ということで、まあもうちょっと暖かくなったらおすすめなこのサーバーバスクとイージーパンツのね、組み合わせでございました。紐これあるんですけど、中にこれしまえるので、まあ、ゴムではあるんですけど、こうやってまあ隠してね、シャツで隠してあげちゃえれば全然この腰回り出ないので、謎に高見えさせることができる。なんならね、黒ベージュカーキ全部、これ緑ですけど、黒ベージュカーキ3色、イナレムの方で展開してるアイテム、こっちの色でも同じのあるんで、あっちのスタイルでなんかしっくりきてる方で、もっと真夏になった時の代替策が欲しいなっていう方は、これがおすすめですね。なんかその雨降んないんだったら、まあわざわざね、イナレム選ばなくても、もっとこういうイージーなものがあるのであれば、それを履いていただくのがいいかなと思いますんで、そういう意味ではこちらのパンツは心の底からおすすめできます。で、あとそうだ、申し訳程度ではあるんですけど、ここにはボタン付きのね、ポケットは1個はあります。まあでもイージーパンツなので、ぶっちゃけこの後ろのポケットはあくまでも本当に必要最小限っていう感じでついている。でもまあここのボタンとかでお尻が痛くなったり当たってしまったりっていうことがしないので、ここの作りはこんなもんでいいんじゃないかなと思います。いや、とてもとてもいいアイテムだと思います。お墨付きでございます。